第1回お弁当選手権。1月15日ということで、今日はですね、センター試験を行われている時で、違います、共通試験です。ああ、共通試験、僕たちも負けないようにということで、今日は弁当選手権を開催します。社内からですね、精鋭4名集まりましたので、それぞれちょっと入場してもらいたいと思います。まずは松野亜美プラザ宮崎店代表の今内さんです。はい、今日松野の亜美プラザの広告の品を買ってきました。オムライスにハンバーグ、エビフライ、唐揚げ、シューマイ、ウインナーが入ったむっちゃお得なお子様ランチ風で428円です。税込み463円。はい、それはエビフライって言いましたけど、エビフリアイ、エビフライって言いましたけど、あとエビフリアイ、エビフリアイですね。やったねっていう感じです。次は、あ、長野痩せがし屋台ですね。よろしくお願いします。タイトルが、塩サバ好きだけど骨が面倒弁当です。まあ、読んで字のごとここに塩サバがあるんですけども、おそらく骨がないんだろうなというのと、スティックチキンカツ、265円、税込み287円ということで、今日これでちょっと優勝を狙いたいと思います。頑張るぞ。チョッピングの田出来島店代表の尾崎リーダーです。よろしくお願いします。お願いします。私が持ってきたのは、ショッピング野田出来島店さんの野田弁当すき焼きです。私たちは通称野田弁って言ってるんですけど、日替わりで何種類かある中の私が一番好きなすき焼きです。毎日あるわけじゃなくって、なんかない日もあるんですけど、すき焼きを選んできました。すき焼きが268円で食べられます。はい、はい、頑張ります。じゃあ最後ですね、ラディッシュ大橋店から登場リーダーです。よろしくお願いします。はい、私はですね、ラディッシュ大橋店に行きまして、こう見たこともないようなちょっとシャレオツなお弁当を見つけてきました。ちょっと読みますね、噛まないように。和歌山ごぼう、堀川屋野村金星、三つ星醤油唐揚げ弁当。どうでしょう、名前が。これがお値段が、560円。高っ。560円。ほら、ね、まあ、商品名としてラディッシュ唐揚げ弁当というふうになってますが、ちょっと私がさっきググったところによると、この、堀川屋野村っていうところが、お味噌お醤油の製造会社で、なんと2014年に、多分ここの建物がですね、国の有形文化財に指定されたっていうのをさっき言ってました。だから多分すごい歴史がある製造会社さんです。でしょ、これめちゃめちゃ美味しそうでしょ。で、ちょっと小ぶりなんですけど、560円、まあまあリッチな、ハイリッチなお弁当を買ってきました。私にぴったりかなと思って。これはまずその辺はカットするんで。よろしくお願いします。頑張るぞ。あ、頑張るぞ。他のお店のお弁当をやっぱディスってもしょうがないので、買ってない3人でとにかく米殺しという PR をやるという感じでいきましょうか。尾崎さん得意なのでお願いします。これは米殺しを。そうですね、私の最初の第一印象は、はい、これかなり高カロリーで、エネルギーを得られるんじゃないかなという、まあ、午後の活力になって午後の仕事も頑張りそうです。だってですよ、このオムライスがメインかと思いきや、ハンバーグもあって、エビフライがあって、唐揚げすウインナーでしょ、シューマイもあるんです。シューマイでしょ、これ隠れてる、これ何ですか。デザートっぽいですよね。餅じゃないですか。うん、これ梅干しと思いきや餅やった。これは若者のガテン系じゃないと食べれないですよ、これ。オムライス便利ですね。なりますね、これ。長野さん、50代な私たちにぴったりな、なんかね、お魚がメインで。いや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 、で、やっぱりこう茶色いこの漬物がいい感じなんですよね、ご飯とほら。ですよね。でも名前が秀逸ですよ、やっぱり。いい、やっぱり長野さん、さすが。面白い。はい。ダメ、お願いします。いいですね。でもやっぱりあれですよね、すき焼きって言って、やっぱ甘い味付け。多分ご飯一気にいけると思うんですよ。
そうそうそう。でこれ女性向けですね。ちょっとね小ぶりだから、うん、リーダーとかだったらご飯が少ないと思うかもしれないけど、女性だったらもうちょうど、いや もういや僕もちょうどいいですよ、このすき焼き、ね、そろそろこれぐらいで、あんまり上に乗っけてすき焼き丼にして食べる、ね、このやっぱりすき焼きのかまぼこが美味しいんですよ、ね、いいですね、いいですね、すき焼きの白菜も入ってますよ、具沢山ですよ、本当具沢山で、ね、レンコンもちょっといい、これに一年中食べれるんですよ、一年中は夏もあるね、尾、うんね、崎さんこの日だけ狙って買うんですよね、そうそうそう、狙って買いに行って、ね、これがない日はお弁当じゃなくてスティック唐揚げを買うっていう、それも野田ですか、それがない日は野田弁で、じゃあ最後はこれ、あ見たことないですけど、どこでしたっけ、おじゃれてるでしょ、おじゃれてる、これどこでしたっけ、どこでしたっけ、堀川屋野村金星三つ星醤油唐揚げ弁当、やっぱ、ね、いやいやラディッシュさんおしゃれなんですよ、こういうのほらひじきとかもね、そうそう、やっぱね、でやっぱねポイント、こうマヨネーズ、ここのマヨがかかって、ここのマヨがポイントです、これがないとちょっと私買わないかもしれない、あでも唐揚げにマヨネーズ外して、ここのってる唐揚げが、うん、醤油がすごい使ってて美味しそう、美味しそう、卵もなんかちょっと分厚いですよ、でもまあまあカロリーも結構いい感じな、うん、ちょうどいいカロリーぐらいじゃないですか、女子に食べやすい、食べやすい、お弁当の形も食べやすい、うんうん、はい、では塩サバ好きだけど骨が面倒弁当を実食します、これ開けて、まあ、セーフです、すいませんね、あ醤油派だけどソースだ、もう寒くて開かないんですね、ソースが、でこのソースがですねサバにかからないようにこうかけて、ではいただきます、あーちょっと終わりますよ、これが塩サバですけれども、骨がないということなので、どこからでも食べて大丈夫かなということで、ちょっと食べてみます、じゃあいただきます、骨がないんだろうな、どこからでも食べて大丈夫、あれ骨が面倒な、面倒ってだけで骨がないと言ってませんから、そうですね、骨が面倒だけど、うん、美味しい、うん、これうまい、うまいうまい、うまい、うまい、あ、あれや、うん、開けます、じゃんじゃん、すごいな、あすごい、いやこれオムライス弁当、あ、見て、ごめんごめん、見て見て、この下なんとパスタも入ってる、パスタお楽しみの、あ、ほんとほんと、ちょっとどこから行きましょう、じゃあやっぱりマカロニ、そうでしょ、メイン行きましょうよ、ここから、うんうんうん、安定した味、マカロニサラダね、これオムライスいきますね、はい、ふわふわの卵ですね、ほんとほんと、ね、薄焼きじゃなくて、うん、うん、デリシャス、ボーのシンデレ単語言っておきました、はい、もうやっぱすき焼きからまずいきますね、薄切り肉が硬いかと思いきや柔らかいんですよ、柔らかくって、いただきます、やっぱちょっと食べ慣れてる人のコメントが違う、うん、甘い甘いなんかね、家庭の味って感じ、すごい手作りしてる感じ、あの大量生産ではない感じのお弁当の味です、で、ここのちっちゃいおかず今2つ入ってるんですけど、すき焼き弁当、同じすき焼き弁当でもここが種類が違うんですよ、お漬物だったりこうやってきんぴらだったりなんか煮物だったり酢の物だったり、だから同じこうすき焼き弁当の中でも好きなのを選んで買えるっていうところがおすすめです、はい、じゃあ私の、ちょっと長いですね、和歌山ごぼう堀川屋野村金星三つ星醤油唐揚げ弁当、はい、ではもうオープンです、ちょっと香りを、あ、いい香りがしますね、醤油の香り、上品な醤油の香りがしますよ、じゃあちょっと唐揚げをいただいてみたいと思います、ちょっとまずマヨネーズちょっとつけるのやめときます、三つ星醤油、おいただきます、お、うん、
うん、めちゃめちゃうまい。うん、あ、なんかあれですね、なんか効いてますよこれ。黒胡椒かな。うーん、黒胡椒ですね。粒々が上にあるもん。うん、すごい美味しい。多分私これ温めて食べるはずなんですけど、なんかすいませんね、食べながらね。全然柔らかい、温めなくても柔らかい。あとやっぱ卵でしょうね。ちょっとこれがどういう、甘そうな、うん、いってみますね。うん、甘い甘いけど、あの、ベタベタの甘さじゃないですよ。さっぱりした甘さ。多分こういうバランスが取れるんでしょうね。うちの唐揚げも、あの、むっちゃ醤油の匂いがついてて、ね、南九州な感じで、これも負けてませんラディッシュさんになんてそんな普通に食べてほしい。はい、では、第1回お弁当選手権、無事に終了しました。皆さん、お弁当のマニアの皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。で、今日のこの一連のですね、プレゼンを、はい、横でこう見てもらっていました、あの総務の鈴木さんに一応企画の1位を決めてもらって、この1位がもう鈴木さんの好きだというところ、もっと今日のプレゼンが一番良かったという人に、この赤い磁石を、はい、押してもらっている準備になります。では鈴木さん、お願いします。それを押してもらったところ、you make me happy.